皆さんこんにちは。公認会計士の小林裕二です。本日は会計士試験受験勉強でモチベーションが上がらないときどうすればいいかという話をしてみたいと思います。本日はコメント欄から質問をいただいたんですけれども、会計士の受験勉強中にモチベーションがどうしても上がらないとき、こういったときどうすればいいですかといったような質問をいただきました。これについてですね、私の経験も踏まえてお話をしてみたいと思います。ご存知のように公認会計士試験、だいたいやっぱり1年半から2年は最低かかります。まあ、長いとね、3年4年となりますけれども、やっぱりどうしてもその期間続けていくとモチベーションが上がらないとき、これは人間ですからどうしても発生すると思います。まあ、そういった時にどういったようなモチベーション回復、モチベーションアップすればいいかというところなんですけれども、私が実際やってみて、そしてまあおすすめできるなと思うのを2つご紹介したいと思います。1つ目ですけれども、やはりこう時間が決まった、時間をしっかり決めたリフレッシュ方法がいいと思います。制限時間がないリフレッシュですと、どうしてもね、こうダラダラとやってしまって、まあ、後からね、すごい罪悪感が出るような、まあ、そうなってしまったらあまり良くないリフレッシュ方法になってしまいますので、私がお勧めするのはしっかりと時間が決まったリフレッシュ方法というふうになります。具体的には時間が決まっているということで、映画館に行って映画を見る、まあ、これが一つね、私のお勧めです。映画館に行くとすぐね、その時どうしても見たい映画があるかどうかは別なんですけれども、見たくない、あまり気にしてなかった映画でもいいと思うんですが、とりあえず映画を見てみる。そうすると、まあ、大体1時間半とか2時間とか、そのいわゆる外の情報からね、シャットアウトされた、しかも暗くね、没入感がある映画館で決まった時間を過ごすと、まあ、これでね、結構リフレッシュできました、私の場合は。まあ、ただね、試験直前の場合はもうリフレッシュ、モチベーションアップとか、まあ、そういったところを言ってる時間がなかったので、試験直前にはこういった映画でのリフレッシュっていうのはあまりやってなかったんですけれども、最初の頃、入門期ですとか、まだ勉強始めたばかりとか、まあ、ちょうどあとは中間ぐらいですかね、まあ、そういった時ぐらいにこの映画よく行っていました。そしてモチベーションアップする方法の2つ目です。2つ目はですね、まあ、あえてですね、まあ、当時例えば飯田橋とか水道橋とか東京エリアで行けば、まあ、そういった予備校の近いところで、このビジネス街、ビジネスマンが多く働いていらっしゃるところ、まあ、そこにね、こう平日あえて、まあ、行ってみると、まあ、そうすると周りはやっぱりこう仕事をしているわけなんですよね。で、自分の場合はまあ無職で試験を受けていたので、いわゆるそう早くね、資格受かって働くサラリーマンというか、早くね、受かってビジネスの世界に身を投じないとどんどん周りから取り残されてしまう、まあ、そういったような危機感をね、逆に煽るような意味でビジネス街に訪問していました。特にね、具体的に誰と話すとかそういったことではないんですけれども、やっぱりこうね、オフィス街でこう颯爽と歩くビジネスマン、まあ、こういった姿を見ることで早くね、自分も働く側に、ビジネスの世界に入らなければいけないなということで、あえてこうそういったところを見に行くということをしていました。まあ、余談ですけれどもね、こう余談ですけれども、まあ、例えばそうですね、この飯田橋からちょっと足を歩い伸ばしてですね、こう神保町とかに行きますと、結構ね、古本屋さんとか、あとは書店がね、まあ、ちょっとマイナーな書店があると思うんですけれども、まあ、そういったところに入ってですね、例えば昔の合格体験記を探して読んでみるとか、まあ、レアな本をね、なかなか一般大きい書店では流通していないような本も置いてある時がありますので、まあ、そういった本をちょっと見てリフレッシュすると、まあ、そういったことも取り入れてやってみました。まあ、ただいずれも共通するのは時間をしっかりと決めること、まあ、これは大事だと思います。時間がどうしても決めないでダラダラやってしまうと、まあ、無駄な一日を過ごしてしまったり、もしくはもう最悪ね、そこでもうずっと休み癖がついてしまって勉強から遠ざかってしまうと、まあ、こういったこともありえますので、まあ、そういったことがないようにしっかりと時間を区切ってリフレッシュをする、これがおすすめだと思っております。皆さんはいかがでしょうか。どういったリフレッシュ方法、もしくはそのモチベーションアップの方法、実践されているでしょうか。ぜひですね、私はこういうふうに取り入れている、こういうことを取り入れているとか、私はこういったモチベーションアップをやっている、
そういったことがありましたら、ぜひコメント欄から共有していただけると嬉しく思います。それではですね、本日はモチベーション、どうしても上がらないとき、どうしましたかということで、私なりの対処方法ということで、2つご紹介させていただきました。それでは本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。